タマンラセット空港タマンラセットの家畜シラマンラセットはアルジェリア南部にあるタマンラセット県の県都でオアシスの町である。アハガル山地の中原にあり標高1320メートル、経緯度は統計5度31分22秒、北緯22度47分6秒である。この一帯に分布するトゥアレグ人のアルジェリア側の中心都市である。2008年4月14日、 の人口は8万1752人。通路に佇む女性サハラ砂漠交易の拠点として、カノヤチャドコ、ガオ、アガデス、ザンデールと繋がっていた。フランス領アルジェリア時代に軍事郵便局が設置された。1916年12月1日、シャルルド・フー,ーがおそらくサヌーシー教団によって暗殺された。1920年、 フランスはヘンリー・ラプリンの将軍が近くの砂漠で亡くなったことからこの都市はラプリンの要塞と名付けられた。1960年2月13日アルジェリア戦争の最中にフランスは最初の核実験であるジェルボワーズ・ブルーを約8 0 0トル南西のサハラ砂漠で行った。1962年5月1日1 5 0トル北で フランスの地下核実験が失敗し、放射性ガスが大気中に放出された。キノコ雲は2600メートル上空まで上がり、放射線は数百キロメートルの範囲に広がった。約100人のフランス人兵士や役人が被爆した。アルジェリア人被爆者の人数は不明である。2003年3月6日、アルジェリア航空6289便の離陸が失敗し、 乗客102人が死亡した。2010年、悪夢に対抗する統合軍の本部が置かれた。統合軍には、アルジェリアの他に、マリ共和国、ニジェール、モーリタニアが参加し、サヘル地域における軍事行動を調整した。市内にマリとニジェールの領事館がある。内陸部であり、気温の比較差年較差ともに大きい気候である。砂漠気候であり、 年間の降水量も50ミリメートル程度である。夏は高温となり、摂氏40度を超えることもあるが、朝晩は涼しくなる。北緯22度47分6秒統計5度31分22秒。北緯22.78500度統計5.52278度。22.785005.52278。ありがとうございます。